さあ、ということで、スカーレット・バイオレット、こちらの動画を撮っていきましょうか。いや、ここ最近公式の情報公開がかなり活発ですね。で、8月はなんと、2回新しい情報が来ているんですよね。で、つい先日、ワールドチャンピオンシップス2022、こちらの閉会式で追加で、新たな情報が、まあ、2分間程度ではあるんですけど、公開されました。そこで様々なことが明らかになりましたよね。まあ、そこについてはですね、おそらく昨日の動画で話しておりますので、そちらの動画を見ていただきたいわけなんですが、今日はですね、そこからさらに踏み込んだ内容を話していければなと思ってます。で、まず一番大きな要素としましては、やはりですね、元トカゲ。これ、もう完全にバイクじゃんっていう。っていうか、右のやつ何これ?姿勢悪すぎないか?どういう座り方これ?バイクにまたがるのはいいけどさ、なかなかすごい体勢やな、これ。まあそういったところで、こちら元トカゲなんですが、バイクに変形することが分かりました。で、バイクといえばですね、ミライドンであったりとか、コライドンであったりとか、まあそこもですね、バイクに変形することが現時点で確定しているわけですが、ただバイク以外にもですね、変形することがすでに情報として出ていて、例えば水上バイクであったりとか、あとは、まあ空を飛んだりであったりとか、様々なフォルムチェンジあるわけですけど、ただこちらの元トカゲもですね、これを見た感じだと、まあ、水上バイクになるのか、空を飛べるのかわかりませんが、っていうか翼がないからなんか難しいような気がするけど、どうなんでしょうかね。まあそこは置いといて、古くから人々と一緒に生活しているポケモン、パルディア地方では日常的に背中に乗って移動する人も嫌がらずに乗せてくれるのは、苦手な寒さをしのぐためでもあるんだとかって書かれてますね。で、今ネット上ではこの元トカゲですね、進化するとミライドになるんじゃないか、で、退化するとコライドになるんじゃないかっていうことが言われてましたが、ただこの説っていうのはどうなんでしょうか。多分こちらに関しては多くの方がかなり疑問に思ってる内容かなと思っていて、まあ、特にリプとか見ていてもそういったコメントがですね、かなり多くついてました。ただこの公式からの文章かな、まあ、これを見てみると、古くから人々と一緒に生活しているポケモンって強調されてるんで、こういった書き方をされているっていうところを考えると、まあコライドンと関連性っていうところなさそうな感じがしますね。で、あとは元トカゲなんですけど、数多くいるっていうことが予想できるので、まあ、なぜかというと、モブキャラがですね、バイクにまたがっているところを見てみると、かなりの数がいるんじゃないかなっていうところですね。ですので、そこら辺の草むらとかで簡単に手に入ると予想できるから、まあそれを考えると、元トカゲが軸になって未来の姿で過去の姿、そしてミライドン、コライドンで、このミライドンっていうのはあくまであれでしょ、伝説のポケモンなわけだからさ、それを考えると、そんななんかワンサかワンサかいるっていうことは考えがたいからさ、それはないんじゃないかなと思ってます。まあ確かに特殊な進化方法でミライドンであったりとかコライドンに進化するかもしれませんけど、ただそれを考えてもさすがにそれはないんじゃないか。だって伝説のポケモンに進化するのに、モブキャラがバイクを乗り回してるようなポケモンでしょう。しかもたくさん出そうな感じもするし、かつ人々と一緒に生活しているポケモンって書かれてる通り、まあ、生活に古くから密接に関わってるわけだからさ、そういったポケモンがさすがに伝説化するっていうことは考えがたいんで、まあ、先祖をたどると確かに同じようなポケモンに行き着くかもしれませんが、ただどこかからか分岐されていて全く別のポケモンじゃないかなっていうのが個人的な見解ですね。まあさすがに進化するっていうこともないし、退化するっていうこともないんじゃないかな。多分元トカゲは元トカゲみたいな感じになってくるんじゃないかなと思ってます。ただやっぱりね、ゲームをやっていると、まあ主人公だけですねバイクに乗ってるっていうのはすごく違和感があるからさ、モブキャラ用のまあそういったバイク、まあ、元トカゲみたいな感じじゃないかな。多分そんな感じがしますね。だからまあプレイヤー以外は元トカゲに乗って、でプレイヤーはミライドンがコライドンに乗るみたいな感じじゃないかな。だからまあ明確に住み分けされてるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、映像で元トカゲが繰り出したのは、新たな技、尻尾切り。これなんかすごいよね。身代わりを作った後、さらに控えのポケモンと入れ替わることができます。これすごいよな。まあ、おそらく専用技じゃないかなと思うんですが、尻尾切りって書かれてるから。ただこれに関しては身代わりであったりとか、バトンタッチであったりとか、まあそういったところとですね、非常に似たような効果となっているので、かなり強力じゃないかなと思ってます。ただこちらの技に関しましては、コライドンであったりとか、ミライドンも使えそうな感じがしますよね。ただ、元トカゲのステータスが気になるよな。まあ、パッと見だと多分ね、俺の個人的な見解なんだけど、470族から、
485族ぐらいじゃないかな、種族値合計はね。多分それぐらいになるんじゃないかなと思っていて、さすがにこの見た目で500っていうことはないんじゃないかな。あと進化することもないんじゃないかなと個人的には思ってます。で、あとはね、もう一点話したい内容があるんだけど、この元トカゲのタイプなんだけど、実はね、ノーマルとドラゴンタイプとなっております。まあ、かなり珍しいタイプではありますよね、ノーマルドラゴンっていうことで。ただノーマルにもかかわらずドラゴンタイプがついてるっていうのがよくわからないけど、まあまあまあ、特に深い意味はないんじゃないかなと思っていて、まあ特にそこは気にする必要性ってないんじゃないかな。まあネット上ではノーマルがかなり意味深じゃないかっていうことが言われてますが、まあ多分そこはね、特に深い意味はないと個人的には思ってますね。あとそういえばミライドンとコライドンのタイプって何なんだろうね。まあパッと見だと多分タイプが違うと思うんですが、ちょっとそこも気になりますね。ただミライドンはですね、なんとなくではありますが、電気タイプとドラゴンタイプみたいな感じがするよな。で、コライドンに関しても、まあ、電気タイプとドラゴンって感じもするけど、ただまあ古典的ですので、なんだろうね、タイプは。まあ、ノーマルではないと思うんですよ。ただ、なんだろうな、ちょっとわかんねえな、これに関しては。ただ、色的には炎タイプって感じがするけど、ただ、そういうわけじゃないよね。まあ、岩とか地面とかになってくるのかな、どうでしょうか。もしそこについて何かね、意見がある方はコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。で、あとはですね、テラバーストっていうものがですね、新たに追加されました。で、これもですね、昨日の動画でちらっとだけ触れたんですけど、こちらに関しましてはですね、テラスタルでタイプが変化する強力な技。で、威力に関してはまだ公開されてないんですが、ただ HP の減りとかを見てみると相当強力じゃないかな。まあ、多分予想ではあるんですが、多分威力120じゃないかな。で、それをタイプ1で打つことができるわけだから、180か、威力は。まあ、結構高いよね。で、使うポケモンの攻撃と特攻、どちらが高い方でダメージを与えられるのもポイント。これめっちゃ強くない？特攻と、あと攻撃でしょ？で、どちらかに反映されてダメージを与えられるっていうことか。これもかなりでかいよな。で、技マシンで覚えられるので、これやばくない？技マシンで覚えられるってやばすぎでしょう。ただそれを考えると120っていうのはないんかな。まあ、90ぐらいかな。まあ、再起念とか10万ボルトとか、まあ、そこら辺の技と同列ぐらいになるんじゃないかなと予想してますね。さすがに120はやりすぎか。で、あとはモノマネハーブであったりとか、イカサマダイスであったりとか、まあ、様々な要素が今回ですね、公開されました。ただこの中で一番大きいのがキノガッサじゃないかな。そう、何気にねキノガッサ内定いたしました。いやー、これはね、対戦かなり盛り上がるよ。それなんだよな、キノガッサがやってくると対戦が荒れるけど、ただ逆に面白くなるからね、個人的には期待してますよ。あとは背景にもなっているんですが、2023年からポケカの新しいシリーズ、ポケモンカードゲームスカーレットバイオレット、こちらがスタートいたします。まあさすが2022年中には開始されないか。で、映像ではコライドンとミライドン、ポケモン EX のカードも公開と書かれておりまして、もし気になる方はですね、ポケモン公式チャンネルから見ていただければと思います。まあこういった形でかなり活発的にですね、ポケモン情報局だったりとか、ポケモン公式ツイッター動いている状況です。さあ、いよいよ発売まで残り3ヶ月切ったわけですが、いや本当にね、これはかなり楽しみですよ。マジで楽しみすぎるわ。皆さん、ポケットモンスター楽しんでいきましょう。いや本当にそれなんですよね。コライドン、ミライドン、この2体のモンスターが今作鍵になってきますよ。ただ個人的な見解ではありますが、あんまりね、伝説って感じがしないよね。まあそもそも伝説ポケモンにも関わらず移動手段っていうのがね、ちょっとあれだなと思いました。まあ能力値であったりとか種族値がかなり気になるところではあるんですが、ただ序盤から入手できるっていう話なので、まあさすがにそのタイミングで600族っていうのはないんじゃないかな。まあせいぜい500族ぐらいじゃないかなと思っていて、もしかすると伝説系だと最弱になる可能性もあるんじゃないかなと予想してますね。果たしてどうなるでしょうか。で、代わりに純伝説級が種族値がやや高いみたいな、そういったパターンになるんじゃないかな。で、純伝説級に関しては、果たして何が出るのかっていうところですね。もちろん新しいポケモンも出ると思いますが、ただ既存のポケモンもですね、出てくると思うので、個人的にはですね、そっちもかなり気になってるからな。はい、まあそういった形でございます。で、今日はですね、元トカゲ、こちらがかなり大きな要素となっておりまして、こちらを中心にお話をさせていただきました。ただ今世間では
かなり盛り上がりを見せていて、ああなるんじゃないかとか、こうなるんじゃないかとか、いや、こうじゃないとか、いろいろな意見が出ていますけど、ただ、元トカゲはやっぱりですね、古来丼と未来丼、関連性はないんじゃないかなっていうのが答えでございます。もし何かですね、考察がございましたら、コメント欄にざくばらに書き込んでいただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に、高評価もですね、このタイミングでポチッとよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。